今日はね、そうそうそう、ちょっとやってみたいことが実はあったの。はい、あのスカイトラック使います。でスカイトラックを使って何をするかというと、あれ来たな、あ待って、ちょっとちょっと、はい、スカイトラックで何をしたかったかというと、これフェザリーボール、フェザリーボールのこれまあレプリカだと思うんですけどね、レプリカを買いました。ちょっとフェザリーボールをね、僕はあの実物をちょっと見てみたいというか触ってみたくて、どんなんだろうと思って、でそしたらまあ通販で売ってたんで、もちろん昔のものだったらめっちゃ高いと思うんですけど、まあ今復刻版のものだから、まあ、割とリーズナブルに変えたんですが、これ、まあ、どういう弾道になるのかなっていうのをすごい知りたくてですね、まあ、スカイトラックがあるのでちょっとデータ取ってみようと思った次第でございます。でこれね、あの、まあ、僕の推測なんですけど、弾上がんないはずなんですよ。なぜかっていうと、まあ、僕よくあのゴルフ設計の本を、まあ、英語の本ですけど読むんですけど、やっぱり昔のコースレイアウトっていうのは弾が上がらなかったので、そういう意味ではもうそのマウンドを作ること自体がハザードだったらしいんですよね。で基本的にその本当に大昔のコースっていうのは、あの、まあ、バンカーが空いてたりとか、ちょっと小高い、もう本当何メートル、もう本当人間の体ぐらいなのかな、まあ、1メーター2メーターのこうマウンドを作ってコースを遮断してみたいなところが結構多かったんですね。でそれがあのハザードになってたんですが、というのはこのボールがそんなに上がらなかったからだということなんですけど、本当に果たしてボールが上がらなかったのかなと思って、ちょっとじゃあ7番アイアンで打ってみようと思います。で、その前にじゃああれですね、普通のボールで打ってみよう。よし、さあ行ってみましょう。はい、じゃあまず普通に7番アイアン打ちます。球何でしょうか、まあ、タイトリストにしようか。はい、 V1 で打ちます。 V1 にしましょう。 V1、 はい、V1 で打つ、 V1 で打つ、ちょっと V1 で打ちます。はい、よいしょ、大丈夫かな。はい、じゃあ V1 でどのぐらいの、まあ、これちょっと飛び系の7番アイアンなんで、まあ、それはちょっとご理解ください。飛び系の7番アイアンでどのぐらい飛ぶか、いきます。さあこれでどのぐらい飛ぶのよ。飛ぶねこれ。おーおーおお、キャリー 163.8 のトータル 169.6、 まあちょっとこれ実際飛び切りだから6番アイアンとかそのぐらいだと思った方がいいかもしれませんね。もう一回見てみましょうか。で高さは、球の高さはどこにあるんだ、弾道の高さはどこに出るんだろう、ちょっと後でちょっと見ておきます。データに出てると思うんで、はい、まあ、ちょっととりあえず打ってみようか。よいしょ、いい、これいい球だ。はい、これいい球です。これいい球で、これすごいいい球だな。うん、 161.7、おう、はい、こんなもん、まあこんなもんじゃないか。もう一発打ってみましょうか。もう一発、はい、ちょっと熱いかなこれは。ちょっとこれは熱いけど、まあなんか飛んじゃう球ですよこれね。はい、まあこれがまあどうなの、参考になるかどうか分かんないけど、まあ5番アイアン6番アイアンっていう昔はね、まあこんな感じの
飛距離でやってることが多かったんじゃないかなと思って、この飛び系の7番アイアンでやってみましたけど、じゃあフェザリーボール打ってみましょう。はい、次フェザリーボール楽しみ。もうほんと全く同じようにしてどのぐらいの球になるか。いきます。これがちょっと熱い。あ、トップすると切れちゃう切れちゃうやばいやばいやばい。ちょっと今ね薄い。お、意外と飛ぶじゃん。なにこれ。おお、おお、え、ちょっと待ってよ。スピン4600人。本当。おお、ちょっと待ってよ。じゃあもうちょっとちゃんと当たったらどうなんだ。楽しみ。さあこれでどうなる。結構今のは捉えたよ普通に。おい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 。つうかこっちの方がスピン入るってマジ本当に。ちょっともう一発だけ打ってみようかな。ちょっともう一発だけ打ちます。あ、これはこれはダサいな。これはこれはちょっとねダメ。こういうこれはちょっと外します。だけどねスピン入るんだよね結構ね。さあどうか。どうなるの。ちょっと今のも下、ちょっと下つらだけど。へえ。ほう、ほう。これはちょっと意外な結果じゃないですか。そう。ちょっと待ってよ。V1 が下手ってたから、じゃあちょっともう一回ニューボールで打ってみます。はい、まあちょっと待って。いやーこれ面白いな。すっげえ面白い。はい、もちろんフェザリーボールがねニューボールだったんで、じゃあこっちもニューボールでいってみよう。 V1 のニューボール出してきました。さあじゃあこれでどのぐらいいくか楽しみ。いいかなこれで。いきます。さあどうよ。これまあまあだと思うけどね。おお、ちょっと待て、ちょっと待て。おお、またなんか分かりづらくなってきたぞ。うん、177って、そう、だいたいね、このぐらい飛ぶんだよね、この7番よね。こっちのがね、正しいね、やっぱニューボールだね。やっぱりちょっと練習で使ったボールでテストしちゃいけなかったな。いきます。あ、これはちょっと薄い。これはちょっと薄い当たり。薄い当たりで、だから薄い当たりで、あ、フェザリーみたいな感じか。そうだね。はい、もう一回。ちょっと今ので薄いんで、もうちょっとちゃんと捉えたい。あ、これはちゃんと当たった。これは結構データ取れると思う。ああ、これちょっと右に出るのね。そう、まあこんな感じだよね。ああ、やっぱりそうっすね。やっぱり今ニューボールと比べると
飛距離はやっぱり、まあ、現代のボールの方が出るんだけど、いやーだけどあれだな、びっくり、意外にヘザリーボールやるじゃんって感じですね。ちょっとじゃあ最後かどうか、左ハンドルでパーンと行ってみよう。いくぞ。さあどう、これでまああんまり変わんないよね多分。変わんないね。まあやっぱり左ハンドル強調するとちょっとやっぱドローが打ちやすいっていう感じはありますね。はい、まあちょっととりあえず今思いつきでやってみましたんであれですが、ヘザリーボール対現代今時ボールは、まあ、あのもちろん今時ボールの方が飛ぶんですが、ヘザリーボールなかなかやるじゃんって感じですね。しかもあれだよね、あの変形とかしてないしカバーも傷ついてないので、はい、はい、意外な結果でした。なので、まあ、ちょっと今データこの表面で出てるのかな、多分ちょっと高さ出てないんで高さとかはね後でデータ見てみたいと思います。まだ今日好奇心が一つあの解決したんで、まあ、また今度ドライバーを打ってみたいと思います。ではでは。